皆さんこんにちは。あれ、子供の声が聞こえないな。皆さんこんにちは。まずはじめに皆さんに伝えたいことがあります。こんな感じです。全部口から出てるんですよ。さて、はじめにですね、スライドを見ていただきましょう。このかわいい子供が7歳の僕です。かわいいですよね。かわいいで拍手されたのは初めてです。ですね、いつも人に聞かれたことがあります。なんであなたは口からそんな音が出てるの？なんで口からそんな音を出し始めようと思ったのかい？と聞かれます。それはですね、一つのストーリーがあります。真ん中に映ってるのは僕のお父さんですけど、14歳の時のお父さんが心筋梗塞で亡くなりました。残念な話だから。そしてテレビでふと流れている音楽にすごく感銘を受けました。その音楽は多分僕の心をすごく癒してくれた気がします。それはアカペラという声だけで、演奏する音楽なんですけども、それがすごく心を傷ついた僕がすごくどうしていいかわからない時に癒してくれたのが音楽でした。そしてなぜ音楽をこういうふうに追求しようと思ったのか、それは思うことは音楽への恩返しなのかもしれません。次のスライドお願いします。僕の中で人生の転機は2つあります。まずは影響を受けたアーティストを3人ご紹介したいと思います。左からビオーク、真ん中が岡本太郎、3人目がパブロ・ピカソ。ビオークからは音楽の素晴らしさを教わりました。岡本太郎からは人間の本質、芸術家としての生き方を学びました。パブロ・ピカソからは芸術の創造の素晴らしさを学びました。また2008年にロンドンで行われたヒューマンビートボックスの世界大会に日本代表で行かせていただいたことも大きなきっかけになりました。次のスライドお願いします。今は僕ベルリンにいます。ドイツベルリンです。日本にはいません。これはジャズのミュージシャンと演奏しています。また僕がベルリンに行った理由は2010年6月にあるフェスティバルに呼んでいただき、そしてその1週間後に僕はベルリンに移住しようと決めました。それの移住した年が2011年3月15日です。そこでですね、スライドお願いします。皆さんが興味を持たれているであろう
このデバイスについて紹介したいと思います。次のスライドお願いします。私の新しいプロジェクト Human Electro Plus Sigma はプログラマーのエディ・リー、そしてデバイスの開発者の拓磨中田翼中田と一緒にプログラムを始めました。今年の9月のことです。お願いします。まず説明しましょう。人間はどうやって動いてると思いますか？何何？電気？正解。すごい。素晴らしい。正解した子供に、あれ大人は拍手。あれ Yes, that's right. さて、人間は脳からの電気信号で動いております。それをこのセンサーで、わかりますね、受信して音楽をその場で作り込むことができます。次のスライドお願いします。またこの耳に、これは筋肉ですね、耳と筋肉についているセンサーは僕のヒューマンビートボックスの音を受信して、また音楽と映像を。次お願いします。こちらは緑に光ってますね。こちら心臓の心拍ドクドクの音を受信して音楽を作っております。お願いします。これで終わりですね。それでですね、私たちシグマプロジェクトは世界に何を提案するのか。それは最終的に私たちはロボットを作って、それを世界中に演奏して、そして子供たちに夢を与えたいと思っています。さて、芸術と音楽の役割とは何でしょうか。僕は音楽と芸術は世界をより良くするため、また人々に違うアンテナを張らすための素晴らしいものだと思ってます。なぜ今素晴らしいアンテナが張っている子供たちを守れない大人がいるのでしょうか。それは芸術に感銘を受けてない大人たちがいるからだと思います。さて、今の日本はどんな国ですか。どんな国だと思います。はいはい、では大人の方に質問してみましょう。どんな国だと思いますか。じゃあそちらで今こうされた方、どんな国だと思いますか。あなたに、はい、日本はどんな国だと思いますか。とても調和が取れた。ありがとうございます。今日本は、僕の意見ですよ、メディアは真実を伝えますか。政府は人々を守りますか。また音楽産業はどうですか。インスタントなものが流行り廃れていったようです。そこで僕は自分たちのプロジェクトを使って世界中で文化交流をしたいと思っています。なぜ文化交流、文化の貿易が必要なのか。それは世界の関心を良い意味で高めるため。さて、皆さんが気になっているであろうシグマ、今からお見せします。少しお時間をいただきますね。
僕が音楽と芸術で伝えたいことは、音楽と芸術だけではありません。大人たちの方々に言いたいこともあります。今の日本、放射能があります。子供は未来の宝です。しっかり守ってあげてください。子供たちは好きなことを、本当に好きなことをやり続けてください。Yeah.